はい、はい、何するんですか。ダチョウとエミューを迎えます。今もう農場の方に、はい、なんとダチョウたちを乗せた今日から行きました。また新しい仲間が増えるということで、はい、最初のファーストコンタクト、はい、楽しみですね。はい、美里オーストリッチファームにオーストリッチじゃないものが、はい、来ました。2羽います。オーストリッチじゃない鳥が、はい、鳥が同じ早鳥類なんですけど、ほら、新しい仲間が増えるから大興奮違うかいやー、でかいのが来たっていう感じか。朝たくさん散々な思いしたのにまた来たっつってね。お、これさ、うん、俺がやるじゃん多分。ああ、確かに。じゃあその時は回しといてもらう。はいはい。先に誰なんだろう。先にどっちだろうね。はい、5話。はい。あ、でも、あれ？あ、いや、5話って聞いてましたけど。あれじゃあ6話？あら。なんか1話増えた。ああ、じゃあ6話。6話か。はい。あ、そう、眠いんだ。よし。でもバックはしてこないでしょ。そうだね。一周回って帰るでしょ。うん。あとそこで箱を押して払って帰ります。さて、昼間に見るのは初めてだ。うん、はい、今からここからダチョウが、ダチョウとエミューが現れます。このボックスからね。ああ、泳がすのも初めて見る。ああ、確かに。なんかちょっと不安な言葉が。元気だった。池田さんのようにはならなかった。積む時も降ろす時も雨がやってる。あ、確かに。星くんの時も雨降ってませんでしたね。記憶も降ってなかった。ラッキー。これもお隣だな。そうです。左側に雨がいる。はい、なるほど。どこに降ろすんだろう。あ、まずガチョウか。あ、エミュー、ダチョウ、ダチョウが入ってる。そうですね。左がエミューって言ってた。うん、こっち手前側がエミューだ。横並びじゃなかったんだ。うん、こっち側に、この面に2羽いるところ。そうそうそう。おお。てかさ、いつもさ、真夜中だからさ、撮る機会ないけどさ、あ、ちゃんと撮れてるよね。初めてだね。うん、皆さん、こうやっていつもの輸送ボックスはこうやって使われてるわけですよ。皆さん、この中に4羽入ってます。撮れんすか、これ。
はい、こっちダチョウですか。あ、こっちに1羽いる。はい。あ、なんかやるの。あ、いや、ポリタン手伝い。ポリタンいなくて大丈夫ですか。逃げない。ここです。こっち側。はい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 。すごすぎて黙っちゃいましたけど。あ、新入り君です。かわいい。あー、ちっちゃい、ちっちゃい。おお、かわいい。かわいいよね、はい、めっちゃかわいい。ちっちゃいですね。あ、めっちゃちっちゃくてめっちゃかわいい。なるほど。あ、あ、お名前ついてるんですね。あ、ここに、はい。大丈夫、大丈夫、大丈夫だから、ほら、見ないで。おー、いらっしゃい。かわい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 いですね。かわいいですね。見分けつきます？なんか太っている方がタップだ。あー、なるほど。弱めがタップだ。で、そのタップを嫌ってる、嫌ってるか、はい、なんかちょっと攻撃いじめるから意思だと。あら。へぇ。別にはなんだけど、なんか相性があんまり良くない。指はタップタップしてる方じゃん。どれがタップ？こっちがタップちゃん。タップしてる？ひじちゃん。かわいい。新しい名前。かわいいね。ちっちゃ、ね。若干低い度以下が否めない。ちっちゃいですね。いやー、でも全然違うね。エミュートだっちゅう。なんとか。ダチョウ2羽入れたからあと4。あと4。いや、6って言ってなかったっけ。1羽増えたっつうか。ね。2羽入れたんですよ、今。おお。あ、いや、1羽しか入れてない。あ、じゃあと5もいるのか。うん。同じ配置で、はい、どこにいて、こっちに、はい、どこにいて、こっちから入れるから、俺、くるっとか。ったんだな。は
ください。はい、あ、大丈夫ですか。ありがとうございました。ありがとうございました。確かに逆バージョンだ。ああ、はい。あ、今オープンした子ですよね。コブみたいです。これでおしまい。おしまいみたい。お、コア、コアですか。ああ、じゃあもう、寝ようかったな。うんうん。わかりました。僕がやります。え、どっちでもいいっていうのは？わかりました。軽トラ運転してエサ運びを手伝ってください。はいはい。じゃあ行きます。お願いしていい？はいはい。はい、ということで、新入りくん運びますでした。はい、ありがとうございました。